IBM PCjr は IBM が1984年に発表したパーソナルコンピュータ。型番は4860。IBM の最初の家庭向けコンピュータで IBM PC との互換性を意図したが、商業的には失敗作となった。前身は IBM PC XT、後継は IBM PS/1。略称は PCjr など。IBM PCjr は1983年11月1日に発表され、1984年1月後半から出荷された。発表前のニックネームは、ピーナッツ、IBM からの依頼で、テラデンテクノロジーズ社によって製造され、以下の2モデルで登場した。PCjr はビジネス向けコンピュータとして、すでに普及していたオリジナルの IBM PC との高いレベルの互換性を重視して、同一の CPU や拡張スロットを採用する。一方で、オリジナルの IBM PC や、当時の互換機では標準であったスピーカー音や CGA グラフィックに変えて、ビルトインのカラーグラフィックや3つの音声を標準搭載した。PCjr はまた、グラフィック表示にページフリッピングを採用した。最初の PC 互換機だった。PCjr 以前はビデオコンテンツの格納に RAM を使用して、その保存位置は変更できなかったが、この機能により同時代の PC 互換機では不可能、または困難なちらつきのない動画やエフェクトが可能となった。しかし PCjr は初期のキーボードの品質、価格、IBM PC との互換性などが不評となり、商業的には失敗した。主な仕様は以下であった。IBM PCjr のベーシック用、ROM カートリッジ PCjr の 8088 4.77MHz CPU は当時の家庭用コンピュータ市場では比較的高速であった。またソフトウェアの観点からは PCjr のビデオは CGA の上位互換であったが、細部の実装は異なった。オリジナルの IBM PC とは異なり、家庭用コンピュータとして、ROM カートリッジ用スロットを前面に配置し、素早く容易にソフトウェアをロードできるようにした。正面から、この ROM カートリッジを差し込むとコンピュータは自動的に再起動してソフトウェアを実行するが、これはカートリッジ着脱時に電源を再起動しなければならない。当時の他の家庭用コンピュータよりもユーザーフレンドリーで、あった。特に PCjr 用のカートリッジベーシックはシステムメモリを占有せず非常に高速に読み込めた。また、サイドカーと呼ばれた拡張により複数の PCjr をディジーチェーン接続してメモリ、シリアルポート、パラレルポート等を増やすことができた。最初にリリースしたキーボードはケーブル不要とするために4つの単三乾電池で稼働する赤外線接続のゴム製のキーでできたキーボードであった。しかしこのキーボードは非常に不評となり、チューインガムのチクレットを意味するチクレットキーボードと呼ばれ、また赤外線が特定の室内灯などの干渉を受ける可能性もあった。このため IBM は次に従来型のタイプライタースタイルのキーボードに置き換えた。1980年代初頭、IBM は世界最大のコンピュータ会社だった。メインフレーム市場のシェア 70% を持ち、その売り上げは、Apple、Compaq、DEC、HP、TI の売り上げ合計より巨大だった。1981年8月、IBM は最初のパーソナルコンピュータである IBM PC を発表して、Apple を含む新興のマイクロコンピュータ会社群から自社を防衛し、2年間で IBM PC はビジネス向けコンピュータ分野のハードウェア及びソフトウェアの新しい巨大なエコシステムを形成して、1983年には全てのマイクロコンピュータ販売の 26% を占めて市場首位となり、大きく離れて2位はコモドール64、3位は Apple II であった。PCjr 発表の前年にコードネームピーナッツと呼ばれたIBM 新製品が IBM PC の成功を再現するだろうとの噂がコンピュータ業界で語られた。その噂ではピーナッツは巨大な IBM PC 用ソフトウェアとの互換性を持った 64KB メモリ搭載のホームコンピュータで Apple より低価格な$600から$1000とされた。公式にはまだ存在しないコンピュータに影響されて、ユーザーは製品を購入しようと店を訪れ、競合会社の売り上げ、製品計画、株価も影響されたため、各紙はピーナッツパニック、またはピーナッツローストと呼んだ。多くの人が IBM はアップルやコモドールなどの競合他社をすべて破壊すると推測した。一方で IBM はピーナッツの噂を否定し続けた。パーソナルコンピュータの50から70% は小売店で販売されて家庭で使用されていると推計され、IBM CEO のジョン・オッペルは IBM の明日の日の出は不可避と記した。1983年8月には公式には存在しないピーナッツに関する書籍や雑誌の記事は少し進展し、ソフトウェア会社はピーナッツ互換製品市場の準備をし、IBM は初年度で50万台を製造するとの噂も流れた。私の母や彼女のような数百万の人々にとって、IBM とコンピュータは同義語だ。インフォワールド、1982〜1983年11月1日、IBM はニューヨーク本社で PCjr を発表し、イベントの生中継を含む多数の記者が詰めかけた。コンピュート氏はパーソナルコンピュータの歴史の中でこれほどまでに多くの人が熱心に待っていた製品はないと記した。ワシントンポスト紙の専門家はすぐに他のホームコンピュータが測定される標準となるだろうと予測した。コレコやコモドール、タンディなどの競合会社も IBM の参入は混沌とした$20億のホームコンピュータ市場に刻印によって大勢の心の中に会社が続く限りの品質、信頼性、保証というマインドを与えることで安定性と信用をもたらすことを望んだが、しかし18ヶ月間の悲惨な価格競争に直面した。TI はコモドールに対抗して TI-99、4A を$99の低価格で売却して9ヶ月間に$2億2300万を失った後、IBM の発表の4日前に市場を離れた。PCjr 用ソフトウェア開発は1982年に開始され、シエラオンライン等は彼らのソフトウェアを準備していたが、IBM の秘密保持契約を守った。しかし IBM は、早期発表は、競合他社に対する不度となることを避けるために、クリスマス商戦の直前の発表としたが、製造の遅れが発生して、時期を逸した。ホームコンピュータの DD だ。タイム、1983PCjr は少なくとも3つの重要な資産を持っており、その文字は I、B そして M、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル、1984、PCjr 発表後に悲観的な意見は少数派であったが、1984年をはじめに一般出荷が開始されると、売り上げは予想を下回った。店舗は即座に割引を開始し、IBM は可変であり期待通りには増加していないと認め、6月には$370の異常な早期割引が開始されたが、それでも1400のディーラーの多くは、初期割当ての25台販売を達成できなかった。タイム氏は在庫が積み上がり始めていると書き、インフォワールド氏は専門家が指摘できなかった失敗と述べ、12月にタイム氏は、1950年代後半のエドセル販売不振と同様にコンピュータの歴史で最大級の失敗と思えると記した。特に不評となったのはチクレットキーボード価格 IBM PC との完全な互換性はないことであった。タイム氏は指にゴム製のムカデの感触で長時間の真剣なタイピングには適さない、ほとんど使い物にならないと記した。一部の出版や専門家は、このキーボードは IBM PC の販売への影響を避けるために PCjr の能力を低下させた IBM による差別化戦略の証拠であると論じた。価格もキーボードと同様に大きな不利益だった。ウォール・ストリート・ジャーナル氏はホームコンピュータとしては高価だが、低価格コンピュータより強力でもないとのユーザーの声をレポートした。IBM はターゲットの市場が家庭、学校、自宅で働く会社員なのか明言せず、ソフトウェア開発者は混乱した。IBM は PCjr を800から1600ドルに設定したが、その価格帯は C64 等の低価格なコンピュータよりも需要が低かった。ノートンは市場のグレーエリアを狙ったが、それは存在しなかったと述べた。Apple II におけるビザッカルクのようなキラーアプリケーションがなければ、家庭用に2000ドル以上の支出への説得力は難しい。IBM は消費者市場に精通していなかったが、専門家指摘のあの3文字をつけた製品に顧客が支出することを期待した。PCjr の最大の競合製品は Apple IIe で、Apple は1983年12月、PCjr 発売を待つ顧客の一部にほぼ11万台を販売した。互換性も大きな問題となった。1984年までには IBM PC との互換性は Apple 以外のコンピュータの成功には必須条件となり、コンピュータに関する最初の質問は、これは PC 互換か？であった。特に重要なユーザーである会社員は表計算ソフトのロータス1から2から3などを自宅で使用し、多くの顧客は PCjr は PC の大半のソフトウェアを稼働できると信じて店舗を訪れた。IBM は大多数は新しいソフトウェアを使用すると期待したが、ユーザーの 75% は親しんだビジネス用ソフトウェアを PCjr で稼働させることを望んだ。ノートンは PCjr はその価格に応じて PC 互換性は約 85% と集計した。IBM は技術文書で PCjr は IBM PC とは異なるコンピュータだが高水準のプログラミング互換性を持つと述べ、ソフトウェア開発者にアプリケーションが BIOS と DOS の割り込みインターフェースを守っていればすべてのハードウェアの相違は吸収されると約束した。ノートンの専門家は 64KB メモリとディスクドライブ1台用の設計ガイドラインに従ったプログラムはPCjr で華麗に稼働する。PCjr は大多数の PC 用プログラムを快適に稼働できるとしたが、一方で PCjr の基本的な制限を理解すべきと述べ、一つのディスクドライブのみのサポートやコピーガードは問題を発生させると述べた。多くの普及した IBM PC プログラムは 128KB を超えるメモリや2つ以上のディスクドライブを必要とした。実際には、ワードスタルや PC 互換性確認に通常使用される2つのプログラムであるロータス1から2から3及びマイクロソフトフライトシミュレーターを含む約 60% のプログラムが PCjr では非互換と証明されたほか、IBM 自身のディスプレイライトも PCjr 専用バージョンが必要であった。ロータス1から2から3の PCjr バージョンは PCjr 発表の翌年にリリースされた。1984年半ば割引に関わらず販売は低迷し、販売店はパニックに陥っていた。IBM は販売店に在庫の支払いを180日延期し、7月に顧客のチクレットキーボードを従来のタイプライターキーボードに無償交換した。各社は新しいキーボードに注目し、IBM の対応は優れた顧客サービスと評価した。IBM の当初の販売予測は最初の半年で25万から48万台だったが、新しいキーボードを交換できたのは6万台であった。IBM は PCjr の定価を下げ、同価格の Apple IIe と、区よりも優れていると思われる999ドルのパッケージを提供し、512KB への新しい IBM 製メモリ拡張オプションを発表した。IBM は IBM の歴史の中でも最大のキャンペーンを開始し、多数の広告、3つの同梱ソフトウェアの推進、1000万以上のダイレクトメールを展開する一方で、PCjr の位置づけを家庭用から変更して、PC 互換性を強化した。広告では、新価格、新キーボード、標準 128KB メモリと拡張スロット、PCjr 用のロータス1から2から3、IBM PC 用の人気の1000以上のソフトウェアが稼働などがリストされた。販売店には$500の販売促進費が渡された。このキャンペーンは観察者によって、ジュニアを救えキャンペーンと呼ばれ、広範な会議論にもかかわらず一定の成果を上げ、いくつかの販売店では、Apple IIeを抜いて、PCjr が最も売れ行きの良いコンピュータとなった。1985年1月、専門家は PCjr の販売累計は25万台で、うち20万台は1984年第4四半期と見積もった。割引が終了すると12月には店あたり50台の販売が2月には 2.4 台に低下した。この時期までに PCjr 専門の3種が終了した。IBM はビジネス向けコンピュータの IBM PC XT では需要に製造が追いつかなかったが、ホームコンピュータ市場は社用で PCjr の割引継続では利益が確保できなかった。噂では1984年夏以降、売れ残った10から40万台の PCjr が IBM 従業員に大幅割引された。1985年3月19日、IBM は PCjr の販売を終了した。この決定はシエラオンラインなど PCjr に関連した人々を驚かせた。PCjr の商業的失敗の影響は大きく、IBM は社内でシクレットルールを作り、将来の製品にはヒューマンファクター上のテストを必須と報告された。1984年、IBM は日本の家庭向けに IBM PCjr ベースに独自の日本語化を行った IBM JX を発売したが、同様に失敗した。1990年、IBM は PS1 で家庭市場に復帰した。PS1 は PCjr とは異なり、完全な PC 互換性を持ち、低価格で従来型のタイプライターキーボードを備えていた。決して再び繰り返されてはならない。IBM エンジニア、1985年単では1984年に PCjr の互換機であるタンディ1000の販売を開始した。タンディ1000では PCjr の欠点である IBM PC との互換性問題が改善されており、またキーボードも一般的なタイプライター型のものに改められている。上記のように PCjr は短命に終わったが、互換機であるタンディ1000はヒット商品となり、モデルチェンジを繰り返しながら1993年まで販売され続けた。上記のように互換機であるタンディ1000がヒット商品となったこともあり、IBM が PCjr から撤退した後も PCjr 対応ソフトは多数発表されている。モービーゲームスによれば PCjr タンディ1000のグラフィックに対応したゲームは805タイトル確認されており、また PCjr のサウンドに対応したゲームは437タイトル確認されている。PCjr の画面モードは 320×200、16色という絵画と同等の画面モードを持っていたため、シエラオンラインのキングスクエストなど PCjr 対応ゲームの多くは絵画を搭載した PC 互換機でも動作するようデザインされている。ありがとうございます。